ボソボソながらも続けることの凄さってあるなーっていう感じですね。一番力ないですね。一番長いって聞きました。そうだね。西さんが行く。いや、ただ誰いつものやつやってください。いつものやつ。いつもの紹介。いつもめっちゃハードル上げるやつ。じゃあちょっとエッチなメルキッコ。いやそれ初めて聞いた。これ知ってます？これあの昔のアイドルはキャッチコピーがあってですね。この正解、中森明菜のキャッチコピーです。そういうシーちゃんと言いましてね、東京生まれの東京育ち、なぜか島にいるという変わり種でございます。変わり種。それでね、クロウサギのつぶやきというオリジナルから行ってみます。Thank you.
えて仲良く暮らしてる仲良く暮らしてる
とうございます。吉岡博子、マジのダンスホールニューヨークというのを社交ダンスを教えております。でこの妙な楽器は、E-Wii という、まあ、シンセサイザーですね。ウィンドシンセサイザーという種類のやつ。選び式順番が素直に言ったらあれの木かあれの木かパスの1980年に作った歌ですね。20歳なんで高校時代に作ったけどね。もうこんな曲作ってどうしようって話ですよ。ありがとうございます。次何？
覚えてない。そんなにやるんですか。やります。それではね、まあ、先ほども、まあ、話題になりましたけども、80年代アイドルソングの中からですね、一つやっていきたいと思います。まあ、ベスト10を見ていた方ならね、聞いたことがあると思います。石川秀美さんの揺れてしょうな。白い砂
いや、これでも突如ちょっとやることにしたんでね、まあ、間違わなかっただけでもよしと。じゃあ、トモさん、赤羽やりましょうか。それは、守ればいいの。メインどうしようかな。じゃあ、歌ってもらおうか。一応歌詞はスマホに入っておったから良かったかなみたいな。謎の占い師ともでございます。謎の豊か神様。今月に2冊目の本が出版されることになりまして、豊に生きてという題名でですね、上巻下巻と出ます。40年間見てきた豊の世界をまとめた一冊になっています。興味のある方はご覧ください。がっつり宣伝しちゃうしゃべってる。急にスピリチュアル再演もらえるんですか。もちろんない。今ならついてます。今なら特別。うん、運がいい。あなたは。でまたあさってのね、火曜日、ムーンチャイルドという槍川の入り口の方のお店でね、また僕ら演奏しますので、よかったらおいでください。それでは、カバナという歌をやっていきたいと思います。はい。You're
そこにいたわけじゃない、無理やり連れてこられて今では島の嫌われ者、大いら悲しきマングス、おいらが悪いわけじゃない、何の落ちもないじゃないですか。ただシーンとしただけで。まあ本当に信じてる人もいるかもしれないですよね。腹はありきっぽい感じで。まあ一つ年のね、兄貴で、妹じゃなくて弟が全然面白くないね。ボケたんだけど、すごいつまらないこと言ったなと思って、早めにちょっと突っ込ま、自分で突っ込まないと、こう見えても先生と言われる人ですよ、この人は。占いの人とラビーの学屋さんとどうつながるのか、まあ、どうなんでしょうね、つらいですよね、本当にね、しょうがないです、こうなっちゃった以上、ね、で兄弟で作った、まあ、僕は歌詞を書いて兄貴が 曲をつけた作ったというですね、母親に贈る歌アンマバナという曲をお目指ししたいと思います。
三十層つながってゆく家族のようにまた暑い夏が来ます台風の季節です印刷したんですけど、それは忘れてきてしまったというスマホ頼りで、はい、まず1曲目ですね、月
月の雫っていう曲なんですけども、この曲はですね、自分のそのクライアントさんで、ハープ奏者、プロのねハープ奏者がおりまして、その曲、その方から、CD を作ったっていうんで、いただいてですね、ただハープで自分のその曲を奏でてるだけの CD なんですけども、その中の15曲ぐらいの中の1曲がものすごくなんか心打たれる曲がありましてですね、その1曲だけを何回も聴いてるうちに、なんかその曲にこう歌詞がこう乗って聞こえるようになって、自分の世界の中でですけども、それでその歌詞をこう書き出して、で勝手にこう曲をつけて、自分の曲にしたやつなんですけどね、月の雫って曲が好きでください。まあ、さっき冒頭でお話したように、自分はその豊神様っていうね、奄美のシャーマニズムの世界を
今生きてきて40年ぐらいになるんですけど、その、まあ、修行中にですね、長雲峠というあの山があって、その長雲峠という山はこのその下にある円集落という村の人たちからすると、その山の神様が住んでいるという場所にあたりましてですね、そこに、自分たち の, そのユタ仲間たちと、拝みに行ったんですよ、満月の日に。で、行きはよいよい、あの帰りは怖いっていう感じですね。行くときはまだちょっと薄明るくて、でそこで太鼓叩いて踊ったりなんかして、帰るときはもう真っ暗になってましてですね、本当に何も見えない、もうどこ歩いてるのかわからないっていう、これでもう帰れるのか。その時何かこう蛍の光ぐらいのこう小さな光がですね、なんかここですよみたいにこうパーッと見えてきたんですよね。でそれをたどっていったら、あの帰れたという不思議な体験をしました。その時のことを思いながら作った曲です。Thank you.
なんかこの長久保峠にいるような感じがしたでしょうか。長久保峠自体が行ったことないっていう人もいるかもしれませんね。そして、あとラスト2曲ですね、次もまたオリジナルで、真昼の月という曲、これが、まあ、自分の、まあ、テーマソングみたいな感じでずっと歌ってるんですけども、僕は今東京に住んでましてですね、東京にいるとですね、奄美の空のことをこう忘れがちというか、奄美はこの昼でもいつでもこう月様を探すとね、しっかりこう見えるんですけども、東京にいるとですね、昼も月がこうそこにいるってことを忘れてしまうんですね。まあまあ、昼も夜もお月様は自分たちを見てくれているということを歌った曲です。真昼の月。もしも私が月、もしも私が
じゃあいよいよラストソングということですね。次は最後はですね、みんなが知っている曲を歌いたいと思います。僕の大好きなアーティストのですね曲なんですけども、今年77歳になった男性のアーティストです。最近またですね、有線で新曲がブレイクしているようです。皆さんよくご存知だと思いますが、その方の、代表曲といいますかを歌いたいと思います。See you.